ではマイクラ実況をやってみたいと思います。じゃあまあシード値はまあ適当に、まあこれ俺はまあノースイーグルなんで俺はあんまりマイクラとかやってないんですよ。でも俺の友人がねマイクラすごい好きなのでまた実況出していこうかなって。じゃあサバイバルでやっていきたいと思います。まあ去年の夏休みとかにね、まあ他の友達とマイクラ実況出したんですけど、まあこの人もマイクラ実況すごい好きなので出していこうと思います。はい、はい、ちょ眩しくて見えないなこれ、大丈夫かな。じゃあとりあえず木材集めしましょうね。ちょカーテン閉める、うん、いやーでもすごいっすねプレイヤーは。拳で木を叩いて壊すとか。痛くないんでしょうか、こんな叩いて。これ題名なんて出せばいいのこれ、なんて書けばいいのこれ。カッコマイクラ実況なんて書こう題名。暇だったからマイクラにしたあ、暇だったからマイクラやってみたのもいい。うん、じゃあとりあえずクラフティングして。よっしゃ、とりあえずピッケルとシャベル作って、よし、石掘り行きましょうか。お、こんなところに洞窟があるとは。いやー、これもありえませんね、現実世界では。木で石を割るとかありえません、こんなの。ちょっとこっちのカーテンも閉めていい？いいよ。光反射してよく見える。これでオッケー。あ、石炭出てきましたね。石炭は松明とか燃料にできますね、これは。いやー、にしても木のピッケルで石割るとかありえませんよね、こんなの。現実世界で考えたら。それにしてもマイクラ実況の動画出すの半年ぶりだな。だよな。去年の10月から俺出してないんだけど、ほとんどエレベーターとか。うん、あ、ここでノースイークからのお知らせなんですけど、今まで受験勉強とかでエレベーター動画あんまり出してなかったんですよ。で、まあこれから高校に入学するんですけど、まあエレベーター動画も少しずつぼちぼち再開していこうと思います。まあ皆さん、まあまた見てください。エレベーター動画とか。まあ、もちろん去年みたいに、まああんまり動画は、の動画数はあんまり出せないと思うんですけど、まあぼちぼち今出していきたいなと思うので、まあ見てってください。あ、ちなみに僕もマイクラ実況はちょっと学校とかで忙しいんで、とりあえず、まあ学校の名前とかそれ以上は言えないんですけど、まあとりあえずうちの学校遠いんですよ、高校が。まあちょっと日本語がおかしいんだけど、まあ電車で1時間とかそれぐらいだよね。あ、それぐらい、距離くらいにしては結構遠いんで、やっぱり新生活は厳しい、本当に。まあ、逆に俺の方が近いからな、高校。いやー、さっきから気になったんですけど、木のピッケルで石割るとかありえませんね、ほんとに。なんか、たくさんなんか白いのが出てきますね。精子みたいっす。そりゃ言うな。おいだっつって。他の人が言ってんだもん、だって。最初が触れ、最後は無。まあ、とりあえず、まあ、石炭25個ぐらい集めたんで、かまどと、石斧でも作りますか。すげえ出てくる。それは言っちゃあかん、放送中に。別にええやん。確かマイクラって今私たちが住んでる地球の面積が8倍あるそうですよ。いや、まあ聞いた情報によるとね、8倍らしいですよ。じゃあとりあえずかまどを作って、石のピッケル作って、斧作って、まあとりあえず剣も一応護身用に作っときますか。はい、よし、これで木材集めが自由になりました。もうちょっとこっちにしてもらってもいい？なんかすげえ反射して見えないんだか、うん、あ、これすごい見やすい、うん、この状態ちょっとやって。しかしこんな高いところ届くんでしょうかね。これ何作ってんのこれ。木材。マイクラのタワーが壊されましたっていうアホな動画あったな、誰かで。うん、
ま、TV だよね。そう。TV。いやーでもそう、本当に前は動画出せなかった理由はちょっとアンチとかが多かったからですよね。そう。アンチで心が折れちゃうんですよ。まあでも最近はもうアンチにもう免疫がついてきたんで、まあ送ってきたやつはまあ脳が腐ってるってことになりますんで、まあ母ちゃんのおっぱいでもしゃぶって寝ろ。それかあとは精神科でも行ってきて、うん、精神科で行ってきて、うん、1時間以上寝てな、楽になっからよ。しかし本当にさ、これ本当にまあとりあえず外観はこんな感じです。あ、これ LINE のプロフィール写真や。うん、そう。あさ、これ俺のことけなしっつっていいから。うん、あ、なんて言えばいい。いや、まだ考えてないな。まあ適当でいい。まあなんか適当に。やっぱりマイクラは自由ですよね、こういう。一応これ有料なんでしょ、マイクラって。ああ、700円で買えばもうあと払うことないし。いった、落ちた。まあそれはコンビニとかのカードとかね。そう。よし、じゃあとりあえず羊探しますか。お、いました。死んでください、お願いします、お願いします、死んでください。羊すり。あ、サトウキビありましたね。これサトウキビなの、これ。そう、アスパラに見えるでしょ。いや、竹林かと思った。それ言うな。え、竹林ってあれ竹のことだよ。竹。あ、そうなんだ、うん、え、確かサトウキビって竹の仲間だったよ。あ、そうなの。そうだよ。竹林って乳首じゃないんだから、竹林だよ。それ言うなって、だから放送事故になるから。ちょっとこれ小学生見たらあかんでしょ。いや、いいよ別に小学生見ても。ちょっとこれ小学生に不適切な動画になっちゃうからやめてくださいよ。じゃあ年齢宣言する。18歳以下見るな。いや、それさ、15歳にしろよ。とすな、なんでやねん。あ、赤い花ありましたね、これ。まあこれはとりあえず家に植えときましょう。持って帰れんだ。そう。お、鶏いました。よし、こいつケンタッキーにすっか。ほら、死ね。死ね。あ、羽はちなみに弓にできますね。なんでこんなところに水があるんだ。飲んじゃえ飲んじゃえ。あ、溺れた。溺れたのこれ。あ、ドレーターで。簡単なんだ、泳いでる。あ、いた、よし。ちなみに羊毛はベッドにできますね。ベッドで寝ないとモンスターに襲われますから。あ、ちょっとその前に難易度上げとかないとな。ピースフルだった。あ、痛い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 。ほら、死んでください、お願いします。いや、本当にいないね、羊が、うん、あ、俺がさっき掘った穴だ。ホットケースターアナルって貸しあったな、どっかに。まあこれはちょっと、いや本当に木で石を割るってありえませんね、本当に。本気で真面目に。あ、壊れた。壊れて当たり前です。壊れたっていいじゃないか、ブロックだもん。だよな、ただの。もうちょっとこっちやる。すっげえ光反射するんだけど、カーテン閉めても、うん、あ、ちゃんと入ってるよ、うん、じゃあとりあえずブランチマイニングでもしましょうか。だいたいここ山岳地帯だからエメラルドとかありそうだな。すげえ、どんどん掘れてく。
それ言うな。冗談だよ。茶色だもんだって。茶色？うんこじゃねえのそれ。いや、うんこで割れるわけないでしょ。あ、俺も下ネタ言っちゃった。手で石のピッケル。早いね、やっぱり。まあこれで本当にアンチ出たら死んでくださいだな。今これビデオカメラで撮影してんだけど、うん、最近ビデオカメラの画質が落ちてるから、うん、1回切ってデジカメに変えてもいい？いいよ。あ、じゃあパート1ここまでにして、パート2はデジカメで撮ろうと思います。見てくれてありがとうございました。ああ、ありがとうございました。はい。